上鳥大橋は、台湾台北市万区とに北市板橋区の境界、新見世系にかかる道路橋。その源流は、台湾総督府鉄道中幹線の鉄道橋だった、新見世系橋にまで遡る。万区と板橋区を結ぶ道路橋としては、花江橋、万、板大橋下流から3番目に位置し、上流側の幸福橋を含めた4本のうちで、橋梁は、最後発。 もともと淡水橋経由で新築方面を結んでいた新潮時代の路線は日本統治後も使用していたが水害により当園までは新見世系と大関係を溶過する現在のルートに変更され新見世系を渡る橋は当時の金額で229,599円を投じて1900年1月に寄港し翌1901年2月20日に竣工。 同年8月25日に台湾総督府鉄道中間線が現在のルートで開業と同時に新店景橋として開通した。全長は1208フィート10インチのバンケタ橋。その後伏線化により1922年と1932年に上下線でそれぞれ約368メートルの橋梁となった。第二次世界大戦後に中華民国統治となると、 1948年5月28日に、京城を走行中の列車で乗客が持ち込んだ可燃物が発火140人が死傷する列車火災事故が発生している。6月12日に、万華川の6月25日には、板橋川の住民が取材する追悼式典が新店京橋付近で行われている。1981年6月23日に、 台風の襲来で、被災、1983年12月26日に17メートル下流川で再建工事を着工、4度に及ぶ設計変更を経て1991年11月15日に、竣工している。全長701メートルのビーム橋。これが、現在の道路橋の直接の前身となる。 中間線の万元と板橋間の地下化事業は中央政府の6年国立てに組み込まれ、1992年9月14日に寄港した。1999年7月21日、中間線地下トンネルのうち北側の伏線推定トンネルが開通。2002年10月31日に中間線地下トンネル南側線も開通。元の新見世橋の橋脚を補強し、 18.5メートルに、拡幅、桁を、相型校に掛け替えて、道路橋に、用途転換する事業は、交通部台北市区地下鉄路工程所によって、指導、1999年9月15日に寄港。上鳥大橋と命名され、2001年8月16日に、北側と県民大道が開通した。この時点では、暫定上下に車線だった。 2002年7月27日、残る道路京南側も開通、上下4車線となった。橋前後の大鉄中間線の元地上線部分も、地下か後に大道と県民大道となり、上緑大橋を介して、板橋と万華が直接往来できるようになった。日田市側の県民大道には、橋と同名のバス停が存在するが、実際には橋への高架橋で入り口の、 西側起点付近にあり、橋自体からは 2km 弱離れた内陸部に位置している。使用全長は 654m、このうち水上部は 500m、両岸下線時期部は 154m。箱下田橋を採用、流用した橋脚部も鉄道橋の特徴が残されている。このため橋上の全幅は狭く、 自動車と排気量 250cc 以上の大型二輪車のみが通行可能で、歩道は併設されているが、軽車両の専用レーンはない。1万板起用第4集、ISBN 9兆7998億635284、新店景供に関するカテゴリー。ありがとうございます。